そう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 。僕はこれを読んでジャングルの中で起こっている様々な冒険についてあれこれと考えを巡らせました。アンドレ邸に仕えるメイドのクルルです。したいと思います。お嬢様、朝ですよ。起きてください。おはようございます。うわー、おはようございます。お風呂の準備が出来上がっておりますので、どうぞ。完了いたしました。おはようございます。朝の紅茶となっています。本日お目覚めの紅茶がイングリッシュブレックファーストティーですね。失礼します。イングリッシュブレックファーストティーは英国茶文化において非常に人気で一般的なフレーバーです。お嬢様も満足そうですね。いただきます。今からお嬢様のピアノのレッスンの時間です。その後は乗馬スクール、チェス教室があります。先週の続きから弾いていきましょうか。はい。ストップストップストップ。この手こうです。まずは暖炉前。暖炉の掃除は灰をすべて取り除きます。取れた灰は良質な肥料になります。サラサさん、自撮りはしないでくださいね。指紋の一つもないように磨きます。次は階段の手すり拭き。屋敷は常に快適な状態をキープしなければなりません。ここのお屋敷は広いので大忙しです。
本日の3時のデザートですね。ブルーベリーのレアチーズケーキです。美味しそう。お召し上がりください。あー、お腹いっぱいになっちゃった。もう寝ていい？かしこまりました。快適な睡眠になるようにシーツの張り替えをします。太陽光と柔軟剤の香りがします。本日の読本は星の王子様です。原始林についての素晴らしい絵を見たことがあります。それは一匹の獣を飲み込もうとしている上髪を表していました。これがその絵の写しです。その本にはこう書いてありました。上髪は獲物を噛まずに丸ごと飲み込むするともう動けなくなって半年の間に塗りながら飲み込んだ獣を消化するのである。僕はこれを読んでジャングルの中で起こっている様々な冒険についてあれこれと考えを巡らせました。そして今度は色鉛筆で初めてのデッサンを書き上げました。僕の最初のデッサンです。それはこのようなものでした。お嬢様寝ちゃいましたね。おやすみなさい。